最強30万都市の40万都市への挑戦編その1、岡崎市、高崎市、横須賀市、枚方市。この動画では以下の総務省や経済産業省、農水省が公表しているデータを利用しています。前ページに記した公式データから導き出した対戦指標となる77項目は以下の通りです。人口30万人台の都市24都市による勝ち抜き大会の上位2都市となった愛知県岡崎市と群馬県高崎市が、人口40万人か60万都市大会の初戦敗退の神奈川県横須賀市と大阪府枚方市に挑む。現人口は4都市とも30万人台後半の戦いとなります。いつもの論より証拠の10戦連続試合で決着していきます。1試合目、製造業従業者数は岡崎市。財政将来負担率はデータが足りません。課税対象所得は岡崎市が強い。過重地面積は高崎市が広い。建築工事費は岡崎市が強い。製造業原材料収額は岡崎市がトリプルスコアの強さ。岡崎が圧勝、高崎が2位です。2試合目、一般病院数は高崎が枚方に勝っています。農業畜産は高崎がダブルスコアの強さ。15歳未満人口は岡崎が圧倒的に多いです。刑法犯認知件数の少なさは横須賀が勝ちです。果樹地入間人口密度は枚方が圧倒的。1万人あたりの薬剤師数は枚方が強い。高崎が枚方に生活。3試合目、ゴミのリサイクル率は横須賀市が強い。財政力指数は岡崎市が1を超えています。製造業事業所数は高崎が岡崎に競り勝ちです。小売点数は高崎が強い。課税対象所得は岡崎市が強いです。百貨店総合スーパー数は岡崎以外が勝利。岡崎と高崎が両者1位。第3試合終了時点の順位です。1位は勝ち点3、2位は勝ち点2、3位は勝ち点1、4位は勝ち点0で計算していきます。予想通り30万都市大会を勝ち抜いた高崎と岡崎が優勢な序盤戦です。4試合目、卸売業事業所数は高崎が圧倒的。小売業事業所数は高崎が強い。建築工事費は岡崎が勝っています。小売業事業所数は高崎です。不動産物品業売上は岡崎が高崎に勝っています。一般診療所数は高崎です。高崎が快勝、岡崎が2位。5試合目、インフラ業売上は枚方市の勝利です。15歳未満人口は岡崎市が強い。製造業原材料使用額は岡崎がトリプルスコアの数字です。財政地方税は岡崎市が横須賀などに勝っています。入間人口比は高崎市が唯一100超えです。ゴミのリサイクル率は横須賀市が 30% を超えています。岡崎市が快勝、2位には枚方です。第5試合終了時点の順位です。岡崎が首位浮上。岡崎高崎の上位陣と枚方横須賀の下位陣に完全に二極化している感があります。6試合目、製造業現金給与総額は岡崎市がダブルスコアの強さ。大型小売点数は高崎市が勝っています。交通事故の少なさは横須賀が少ないです。一般診療所数は高崎が多い。刑法犯認知件数の少なさは横須賀です。小売業年間商品販売額は高崎が強い。高崎が快勝、2位は岡崎。第6試合終了時点の順位、岡崎に勝ち点で追いついた高崎。横須賀は枚方に勝ち点で追いついて3位浮上です。7試合目、15歳未満人口比は 15% にも迫る岡崎市。総面積は高崎市が広い。人口総数は横須賀市です。実質交際比率は岡崎市が枚方に勝っています。製造業有形固定資産は岡崎市が強い。卸売業年間商品販売額は高崎市が圧倒的な強さです。岡崎が快勝、2位は高崎。第7試合終了時点の順位、枚方が再び3位に浮上しています。8試合目、
小売業年間商品販売額は高崎が強い。1万人あたりの薬剤指数は枚方が強いです。昼間人口は高崎市が勝っています。小売店数は高崎市が強い。大型小売店数は高崎市が多い。小売業売り場面積は高崎市が広いです。高崎が準完全試合の圧勝、2位は岡崎。第8試合終了時点の順位、高崎が首位浮上、横須賀が再度3位に浮上しています。9試合目、宿泊飲食業売上は岡崎市が勝利です。卸売業年間商品販売額は高崎が桁違いの強さ。出生数は岡崎が圧倒的に多い。人口密度は枚方が強い。昼間人口比は高崎です。推薦人口比は横須賀が強い。岡崎が快勝、2位は高崎。第9試合終了時点の順位、岡崎が再び首位を奪還、次は最終戦です。最終戦、生活関連娯楽業は岡崎が圧倒的です。卸売業年間商品販売額は高崎市があまりにも強い、桁違いです。百貨店総合スーパー数は岡崎以外が勝利。製造業従業者数は岡崎。卸売業従業員数は高崎がダブルスコア。道路実演長は高崎がダブルスコアに近い数字です。高崎市が快勝、2位は岡崎。全10試合の最終結果が出ました。高崎市勝ち点24、岡崎市勝ち点24、横須賀市勝ち点8、枚方市勝ち点6。高崎が岡崎との激しい優勝争いを総ポイント再生して優勝。30万都市大会ファイナルのリベンジとなりました。3位争いは40万か60万都市の27位の横須賀が今回も28位に枚方を僅差で破っています。いずれにせよ高崎岡崎の30万都市大会勝ち抜け組が圧倒的な強さで勝ち抜きとなりました。30万都市大会トップ2の高崎と岡崎が40万か60万都市の勝ち抜き大会の都市に負けるまで戦い続ける企画です。次の対戦相手は25位の長崎市と26位の豊中市となります。チャンネル登録していただけるとスムーズに見れるかと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などお願いします。